おはようございます。5月3日月曜日、クリのエブリマンデースタートです。この番組は石田クリーニングの代表の思いだったり、キャストの生の声をお届け、石田クリーニングの今をもっと知れちゃう番組です。石田クリーニングアルファ竹原店2階アルスタより生配信してますが、オープニングはアルスタの敷地内駐車場にて配信しております。アルスタとはレンタルスタジオ、オンラインセミナー、動画制作などで地域の人、街を元気にさせたいと思い誕生しました。地域のコミュニティの場所になればいいなと思ってます。そんなアルスタのある松山市の天気は晴れ、こんな風にすごくいい天気です。今日は暖かくなりますの で紫外線も強いので、紫外線対策することをおすすめしています。石田クリーニングでは衣類をより長くきれいにする保険がいくつかあるんですけれど、今月レインボーバリアがキャンペーンやっております。レインボーバリアとは撥水加工のこと。水をはじき、静電気や花粉なども防止します。アルスタ YouTube で配信してますので、見ている方もいると思うんですけど、こちらご覧ください。皆様、石栗のレインボーバリアって知ってます？説明しよう。レインボーバリアとは、石栗が誇る衣類の保険の一つである。水をはじきまくる雨の日の強い味方だ。さらに花粉や汚れがつきにくく、静電気も起こりにくい最強の衣類のバリアである。まずは特殊な液につけ込む。続いて特殊な液を吹きつける。とにかく吹きつける。石栗の職人が丁寧に作業をするので、色落ちや型崩れなどありえない。はい、ではレインボーバリア、どういう効果があるのか実際試しに行ってみたいと思います。おー、わかります。これどん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 雨がほら滲んできてる。色がこれ変わっていってるの分かります？これ何もまだしてないですよ。ではこちら同じ服用意しました。こちらもこちら、レインボーバリアの方を施しております。石田クリーニングのレインボーバリア、ね、汚れや静電気、また雨からも守ってくれます。レインボーバリアは撥水加工のことを言っております。ではこちらの服に着替えたいと思います。じゃーん。はい、こちら先ほどレインボーバリアをしているお洋服にお着替えしました。では下から行っちゃいますか。まだどこも濡れてません。これどれぐらい弾くかちょっと気になることないです？ほら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 、わかります？これほらほらほら、染み込むんじゃなくて粒になって、ほらコロコロコロって落ちていくの分かります？少し分かりづらいのでホースの水をかけてみよう。最初はレインボーバリアをしていない服。いきます。ほら、当然ながらびしょびしょだ。次はレインボーバリアの加工をした服。なんと水を弾きまくっている。これは驚きだ。石田クリーニングの撥水加工レインボーバリア、一点一点職人さんが愛情を込めて仕上げております。なんと1点税込330円。ぜひお試しください。お待ちしております。冷たい濡れたやつが。見ましたか？すごい水をはじきましたね。ぜひご利用ください。それでは伊予市の商店街にある本店、清本社長と中継がつながっています。社長、
おはようございます。おはようございます。今日は本店じゃなくてね、松山市西羽部町の松山工場からねお話しさせてもらってます。皆さんね、石栗のキャスターの皆さん、ゴールデンウィーク、連休にもかかわらずね、出勤していただいて、お仕事していただいて、どうもありがとうございます。おかげさまでね、このコロナ禍の中、4月はね、かなりいい業績を残すことができました。昨年はね、コロナで散々だったんですけども、一昨年まではね、ちょっと戻ってないんですけども、一昨年と同じぐらいのレベルまで、回復しております。このね、5月入ってからもね、お客様、ご来店いただいて本当にありがたいなと思っております。来ていただいたお客様にね、毎回言いますけども、しっかり感染予防をした受付をしてですね、安心してご利用いただいてもらえるようなね、取り組みを引き続きお願いします。で、さっきね、撥水加工ね、これから梅雨に入ってね、雨がジメジメして嫌な気分になります。ですから洋服ね、ちょっとした雨でもね、少しの雨ぐらいだったら弾いてしまって、洋服無事保護できるといったようなね商品ですから、ぜひお試しおすすめして、お客様に喜んでもらってほしいなと思ってます。石田栗船はね、お客様が、便利なね、お客様がこれ使うことによってね、なんか得をするようなアイテムだったりサービスだったりいうのをたくさん取り扱いしておりますけども、受付の皆さんがね、しっかりお得をご案内お知らせしてあげないと、お客様なかなかね、知らずにね、過ごされてしまうということでね、そういった商品もう一回ね、お客様のシチュエーションに応じてね、お勧めしてもらったらと思います。さて、今度ね、母の日もね、近づいてきてます。で、これからね、連休明けて暖かくなると、まずね、大物といいますか、寝具、お布団とかね、こたつ布団とか羽毛布団とかいうのがね、どんどんクリーニング出てくるようになります。で、その次に、アウターね、外に着るような防寒衣類、ダウンだったりコートだったり、で、そうしてジャケットだったりセーターだったりというような順番で出てくるんですけども、まず今コロナで自粛で外出規制ということでね、特にご高齢の方は、お家から出るのがね、すごく不安じゃないかなと。自分が移ったらどうしよう、移されたらどうしよう、ね、自分が移してしまったらどうしようというねことで、お家から出にくくなってます。で、そんな中でね、まあ、私は社長からご提案したい商品があります。ね、洗濯瓶っていうんですけどもね、これを買って帰ってもらうと、お家から、宅急便を使ってクリーニングが出せるといった商品です。これはね、お布団専用のやつ。かさばってね、車が乗れんとかね、重たいとかいうのも全部宅急便の人が運んでくれますから、すごく便利だと思います。中身ね、見かけてないと思ったらあるんですけども、中身だとこういったね、めっちゃでっかい袋がね、入ってます。めっちゃでっかいのね。で、この袋に、お布団を2枚入れる。羽毛布団を2枚入れて、宅急便に電話します。で、伝票がね、中に入っとるから、実家にね、どういうかな、子供の家にみかん送るのと同じ要領で、伝票書き込んで、で、お届けしてほしい日にち、出来上がり、希望の日にちを、書くこともできますから、もう自宅から一歩も出ずにね、羽毛布団がクリーニングできる。これ僕は、主に究極のサービスだと思うんです。で、それをね、今、お店で取り扱い、今ね、ちょっと料金価格変更があったんで、本社で一元管理してますけども、ぜひね、連休明けにお客様にお勧めしていただいたら便利じゃないかなと。特にご高齢の方で、車に乗ったり、ちょっと重たいものを運んだりというのが大変な方におすすめです。で、ちょっとこれね、値段も、今、サービス価格を用意してますんで、お楽しみ。またそれはね、営業の方から、お伝えしたいと思いますから、ぜひね、
こういった便利な商品もたくさん取り扱いがあるよということね、今コロナだからって言って へこたれずにね、その中でもお客様が、良くなる、便利になる、喜んでもらえるようなサービスどんどんね、お勧めしてまいりましょう。以上です。ありがとうございました。私もですね、洗濯便母の日に送りました。ですごくね、喜んでもらって、家から出ることなく、やっぱ重たいものをコインランドリー持ってたりクリーニングしたり自分で洗濯するっていうのがすごく大変なので、すごく喜んでくれました。プレゼントでもいいですし、自分で出すのにもいいと思いますので、ぜひご利用ください。続いてはこちらのコーナー、キラリビト。このコーナーでは石田クリーニングの元気でキラキラしたキャストを紹介しております。今日は松江店高岡店店長の鈴木理恵さんです。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。鈴木さんは石田クリーニングに入って何年になりますか？居心地が良すぎて35年になります。35年、すごいですね。はい、石田クリーニングずっと支えてくれてますね。はい、今松江店のと高岡店の店長ですが、松江店と高岡店、どんなお店ですか？お客様のニーズに合った提案ができ、安心、満足、親しみやすく、でキャストも元気に楽しく仕事をしている店舗です。みんなで協力してやってるんですね。はい。それでは先週の良かったことを教えてください。はい、末広勤務の時に、以前私がエミフル店にいた時にのお客様がご両親とご来店されて、5年ぶりに、声かけしてみました。そしたら私のことも覚えていてくれたのが嬉しかったのと、あとご両親とともに親子で、石田クリーニングをご利用していただいてくれたのがとても嬉しく楽しい時間でした。以上です。親子2代でね、利用してくれてるんですね。そうですね。もうやっぱり石田に勤めてる経験が長いと、こういう嬉しいこともあるんですね。はい、たくさんあるかもしれませんが、まあ、石田クリーニングがいいところじゃないでしょうかね。はい、それでは来週のキラリビト教えてください。はい、岡山支店店長の森永千秋さんでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、鈴木さん、ありがとうございました。35年、勤めて石田クリーニングに勤めてくれて、他にもね、石田クリーニングで30年40年勤めている人もいます。本当にありがたいことですね。来週のキラリビトは茅町店店長の森永千秋さんです。来週もお楽しみに。それでは今週もワクワクな1週間にしていきましょう。毎週月曜日、石栗のエブリマンデー、来週も見てください。それではバイバーイ。